本日も無駄に高画質でお送りいたします。キリキリちょもちょも、キリちょもちょも、今日はいい日だね。チョレです。オッケー。ということで今日も一人でやっていくんですけれども、先日ですね、クルちゃんがツイッター上でも言ってたんですけれども、定価170円のドリンクがですね、全く売れなかったんでしょう。僕たちの聖地名古屋駅環七梅島店にて、段ボール山積みの叩き売りで170円の飲み物が29円で販売されていたと。ということで本日は29円にまで下げても全く売れておらず、段ボール山積み状態で未だ環七梅島店のスペースを凌駕しているこの世のいかな理由でそれだけ売れないか検証していきたいと思います。ということで挙手レディーゴー。170円が29円ということはですね、 83% オフ、8割引き以上っていうことですよね。この冬のセールだとか初売りセールだとかでも聞いたことないですよね、8割引きなんて。いらないからどうにかしたいという時の方法ですよ、8割引き9割引きっていうのは。とりあえずは商品紹介から行こうと思います。ということでこちらです。お待ちください、レモネード香り。これはもう売れへん。アナルに入れたエネマグラ。これはもう売れへんよ、こんなもん。無理でしょ。まず。ちょっと、もうオブラートに包まず言いますけど、UCC さん。これ売れると思ったの？これ作った人。昭和初期の人か？コーヒーもレモネードも目新しかった時の〇の人が研究室入って作ったんですかね。まぁ、ちょっと今からマジむちゃくちゃ言うかもしれませんけど。レモネードテイストの甘酸っぱい爽やかな美味しさのコーヒー。すっきりとした後味のコールドブリューと爽やかなレモンの風味が楽しめる新感覚の味わいです。あんな、なんでもかんでも新感覚や言うたら、思ってたらあかんでよ、ほんま。大人が。ちゃんとせえ。ごめんね。それが現実や。現実を見ろ。170円が29件で売れてんねん。ごめんね。まあ、散々言いましたけどね。ビジュアルのことは置いといて、これもしかしたら、チョモラーテ、コーヒーが飲めないんですね。でも、レモンはすごい好きなんですよ。だから、もしかしたら、チョモララテのコーヒー克服の第一歩になる飲み物なのかもしれないですよ。UCC さん。素晴らしい。もうね、40歳にもなってコーヒー飲まれへんって、お前、大丈夫かみたいな感じになってるんでね、カフェとかで打ち合わせするでしょう。その時に皆さんがね、やっぱりそのコーヒーとかたしなんでらっしゃる中で、チョモラテはやっぱりね、フルーツオレとかミックスジュースとか飲んでるんで、スタバでもですね、抹茶クリームフラペチーノしか頼んだことないですし、もう栄養さんやしね、コーヒーの一つでも飲めなあかんということで、ちょっとこれで克服を試みてみたいと思いますね。本田圭介です。さあ、よろしくお願いします。じゃあちょっと揚げてみたいと思いますね。コーヒーのね、匂いは別にね、好きなんですよ。ただやっぱ味がね、もうただの焦げ汁でしょ。ごめんね。さあ、ということで、ファーストインプレッション。あ、匂いはね、完全にコーヒーの匂いですね。いい匂い。全然コーヒーの匂い好きって言いましたけど、全然その好きなコーヒーの匂いですね。レモンの香りは全くせえへんな。もう言うてこれ飲んで終わりなんですけど。テイスティング行かせていただきたいと思います。あかんわ。なんて言ったらいいやろ。苦手なその焦げ汁、その要素はほぼほぼないっすね。コーヒー風味、飲みやすいコーヒー風味の中に絶妙にあかん酸っぱさが来てて、あれや、何も知らずに出されたらこれ腐ってんのかなって思う味。8円にしよう。うなぎうなぎうなぎうなじうなぎ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 
やっぱコーヒーはこれやで。あ、うまい。